はようございます。ザリガニ親父が今日も私の家の裏にあります子供たちのパーク、いや押し切りチルドレンパークにやってきました。今日は5月は4日水曜日、バイリンガル YouTuber 高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上の重要なポイントを一つお話しいたします。昨日ですね、憲法記念日でしたね。私は141冊および142冊目の本を出しました。141冊目の本はこの本ですね、はい、憲法9条は国家生き残りのための究極の武器であるという本です。ちょっと変わった本ですが、これ読みやすい本です。もう一つですね、兄弟本として若者よ憲法論議を始めようという本を出しました。というのはですね、やっと日本もですね、戦後80年を経て憲法、昭和憲法をですね改憲しようという段取りになってきてます。多分今の総理大臣のうちにですね憲法改正されると思います。私はですね、この本に書いてますが、憲法9条、戦争放棄はですね堅持した方がいいと思います。戦争は放棄しない。ただしですね、国防自衛隊は世界屈指一二を争うような強い軍備は持つべきだと思います。ちょうどスイスのようにですね、国家ハリネズミ論じゃないですけれども、攻撃されたら200倍返し、絶対攻撃させない。そのためにはですね、こちらからは絶対先に手を出さないけれども、やられたら200倍返ししますよということで、この本の中ではですね、核による防衛論なんかも書いてます。私のですね、レコメンデーション、おすすめはですね、日本の周りはロシアも北朝鮮も中国も核装備をしてですね、いずれも日本に向けてですね、日本を攻撃目標にしてますから、それに対してですね完全に、通常兵器で、対抗することは無理でしょうから、あくまでも防御のためのですね、私は核保有論も説いてます。使っちゃいけないんですが、人間永遠にですね使っちゃいけないんですが、核の戦争を起こさないためには核で防御するしかないと思います。はい、今日はですね、昨日に続いて憲法論議の本2冊についてご説明いたしました。どうぞお読みください。さようなら。